ちは、キダゴチャンネルです。今日はですね、何をするかというと、今日はちょっとグラブのね、片付けをやりたいなと思ってます。で、今日今宮健太選手のグラブをちょっと形をつけたいなと思います。それでは行ってきます。今宮選手のグラブの特徴は、ショートとかって結構ちっちゃいグラブとか使うイメージがあると思うんですけど、結構オーソドックスで、まあ深くもポケットも深くもなく浅くもなくみたいな、本当になんか一般的な大きさのオーソドックスな型なんです。特徴はここに窓っていうのがあって、今宮選手手がちょっと一人ちょっとちっちゃくて、それなのにちょっとね、浅くちょっと入れるんですよね。これによってこの窓が普通に大きかったら指が出ちゃうらしいんですよ。分かった。この窓をちょっと7mm ぐらい下げて、ただ下げるだけではなくて、下げるだけだとこれがちょっと浮いてくるんで、ここの指と指の間を 1mm ずつちょっと狭めて、ここがちょっと上がりにくくなる。でフィット感を出すみたいなイメージでここは作られてる。ウェービーの中ちょっと見えないんですけど、袋っていうのがあって、でここも結構ね、浮いてくるポイントがあったんで、ここは、今宮選手の手 その浅く握った時のウェービーの位置に手の形に合わせて中の袋っていうのをちょっと工夫して作られてます。それでフィット感を出すみたいなイメージと、指の芯ですね、この中には芯っていう硬いのが入ってて、芯これの、まあ、中指薬指特にこの芯をちょっと短くして、曲げやすくしてます。曲がりやすくかになってる。あとウェブが H ウェブなんですけど、 H ウェブでもここちょっとね、台形にしてるんですよね。真ん中を台形にすることによって、ここの、ボールがちょっと、前はね普通の H ウェブだったね、その時はボールがちょっと出たりしてたんで挟まったり、ここ台形にすることによって、例えば網で取った時とかに、ボールに負けないみたいなでところがちょっとちゃんとした特徴になっています。紐を全部取りまして、今からちょっと、最後のどういう仕上げにするかみたいなのをスチームかける前にある程度、ここで揉んでいきます。先にでイメージはちょっとポケットこの辺で取るんですけど、今宮選手こっちでも当て取りするみたいな、取り方もするんで、ポケットがなんか2つあるみたいなイメージで、作っていきたいな、仕上げていきたいなと思ってます。で接地面が一応親指と薬指みたいなイメージで、こんな感じに最後はできるようにやっていきます。とりあえず小指と中指をしっかり曲げたいので、この段差を使って小指のところをちょっと曲げていきます。今宮選手こういう仕草やってると思うので、注目して見てください。ここが曲がるんで、ここを叩いて出していきます。こうするとポケットがしっかりできるんで、親指と薬指でしっかり閉じるようになります。
形はこんな感じで最後仕上げたいと思います。はい、ということで完成しました。イメージはやっぱポケットこっちで取るのとこっちも当て取りして補給できるようにみたいなイメージでポケットちゃんと活かしながら作りました。接地面もちゃんと最初の通り親指薬指でやっていい感じです。これをキャンプに収めます。で、今後またなんかこういうグラブ片付けだったりちょっとスパイクの話とかバットの話とかもあるんで、どんどん、アイテムどんどん紹介していきたいと思います。なのでチャンネル登録お願いいたします。